今から少しだけ見た。機動救急警察ハイパーレスキューは人知を超えた災害や事故、複雑多様化した犯罪に対応すべく、警察、消防、救急に特化したマシン、ドライブヘッドを開発した。絶体絶命のピンチを救うため、ドライブヘッドはあらゆる危険の中に取り込んでいく。事件発生、ゴーレスキュー。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ドライブギアの秘密、ドライブヘッド SIB マックスフォームチェンジ。何をしているんだ。外部との通信は一切不能です。町の被害状況も把握できません。どうだ車だ。ダメだ、コントロールを取り戻せない。どうです。クロエダだ。クロエダさん、ドライブギアの通信は可能なのか。機動救急警察は出動したのか。町が大変なんだぞ。出動したくてもできないんです。我々は今本部のコントロールを完全に乗っ取られたんだ。邪悪 AI に。邪悪 AI ではネットワークや交通システムの異常も邪悪 AI の仕業だ。だが黒枝君、 SIB マックスは邪悪 AI の影響を受けていないようだな。正常です、ジョンとイーグルも。ですが暴走ウォーカービークルには対処できても、火災や救助まで手が回りません。こちらも対策を考える。一旦通信を切るぞ。了解。街ではウォーカービークルも暴走しているのか。弱 AI め。だがドライブヘッドが正常に機能するのは分かったぞ。技術部長、エレベーターも動かないんで大変でしたよ。二人ともよくやった。さあ今度はドライブヘッドを出動させるぞ。
ドライブヘッド？無理ですよ。ポンプの発進システムも機能しないんですよ。重機のない時代に人類はピラミッドを建造したんだ。みんなも力を貸してくれ。そっちはどうだ？お手上げだよ。受信も送信もテレビ局の機能が一切奪われちまった。でもアークと呼ばれている人気のマークとこの怪現象に何の関係が？もう早くカリカリ博士を救出に行きたいのに。どうします、兄貴？たまれ、奥の手だ。待ってました。スイッチオン。よし、行きますよ。楽ちん楽ちん。最初から空を行けばよかったですね、兄貴。バカ、ちゃんと前を見ろ。もっと早く動かないのか。これで精一杯です。何か手を考える。サヨンジ、お前たちは他のバイパーを頼む。分かった。急いでくれ。ここよ。爆薬は初めて？はい、講習以外では。大丈夫。はい、私の指示に従って。よし、うまくいきましたね。よし、次だ。準備して。4、3、2、1。ゲート開きました。よし、チームドライブヘッド出動だ。よし、ドライブヘッド01マーク2、サイクロンインターセプター、車田5、現場に急行します。ドライブヘッド02マーク2、グレイブバックダフト、ヤグラタイガ、現場に急行します。ドライブヘッド03マーク2、ホワイトクリスタルホープ、医師の陣、医師の御子、現場に急行します。ゴーレッグ。あ、黒枝さんから災害マップだ。これで町の被害状況がわかるわ。被害の大きいところから手分けしていくぞ。よし、消火弾発射。
戦闘力のないウォーカービークルだが、応答中は想定外の力を発揮する。油断するな。了解。ネットワークにつながっていないスタンドアローンのパソコンなら邪悪 AI も手出しできませんね。完成までどのくらいだ？思った以上に複雑なプログラムだ。そう簡単には。急いでくれ。カリガリの作ったこのウイルスだけが我々に残された希望なんだ。まあ分かってる。今に見てろよ邪悪 AI め。うわっ、車だ。またあの声です。まるで癇癪持ちだ。癇癪だと？俺にはそう見えるがな。怒りを爆発させ感情的になってるように。一体なぜ？さあ、カリガリのウイルスがよほど奴の逆鱗に触れたんだろう。ピット、まさか邪悪 AI に操られて。やめろピット、命令だ。何をするつもりだ。驚いたな。ピットはカリガリのウイルスを完成させるつもりだぞ。しかもものすごいスピードで。ピットにそんな能力が。AI が消えたぞ。司令室の制御が完全に戻りました。カリガリのウイルスがネットワーク上の弱 AI を駆逐しています。これは一体。聞こえるか、ゴー。父さん、様子が変だよ。暴走ウォーカービークルが。分かってる。こっちでもモニターしている。え、ホームの機能が戻ったの？そうだ、ピットのおかげでな。怪現象は突如収束しました。この現象に関して機動救急警察からまだ発表はなく、その原因もまた
アークという愛称のマークとの関連も一切不明です。次に町の被害状況ですが、確かにピットは親父の作った AI ロボットだ。だがまさかピットにこんなことができる能力があったとは。私の席取られちゃったけど。私の席使って。車田丈太郎博士か。君たちのドライブギアにも確か丈太郎博士の AI が。そうだよ。ピットの AI がドライブギアに共鳴している。まさか。元気そうだな、ゴー。おじいちゃん、車田丈太郎博士だって。君が矢倉大河君だね。あ、そして石野仁君に石野美琴君。どうして僕たちのことを。初めて会ったのに。正確に言うなら、この私は車田丈太郎ではない。車田丈太郎の記憶と人格をピットの AI に移植した単なるプログラムに過ぎないのだ。君たちの活躍はピットを通していつも見ていたよ。親父、久しぶりだな、ジョー。久美子さんは元気か。ああ、元気だ。危ないところだったな。カリガリのウイルスプログラムがなければ、機動救急警察、いや、世界は今頃邪悪 AI に支配されていたかもしれぬ。だが油断するな。西園寺司令。はい。ゴズ長官。はい。私はあの邪悪 AI を完全に駆逐できたとは考えていない。では邪悪 AI が復活してくると。おそらくな。親父は邪悪 AI の出現を以前から予見していたのか。いや、私はただ驚異的なスピードで進化する AI 人工知能の未来に危機感を覚えたのだ。危機感。 AI が人間の手を離れ自己進化を続けた時、人間が考える善と悪の価値観が果たして AI に通用するのかと。その危機感が今現実となったわけだ。だが人間は AI 以上に愚かな生物だ。人命救助のために作られたドライブヘッドがその力をもし兵器として悪用されたら、私はドライブギアの AI に特別な回路を仕掛け、正義回路と名付けた。正義回路？例のブラックボックスか。正義回路を搭載した AI は汚れのない純粋な正義の心に共鳴し、特殊な音でパートナーに最適な人物を探し呼び寄せた。その結果、ドライブギアはゴー、タイガ君、ジン君、ミコト君、君たち4人をドライブヘッドのドライバーに選んだのだ。もっとも、ドライブギアが全員小学生を選ぶことは予想外だったがな。おっと、そろそろ帰る時間だ。帰るってどこへ。冗談さ、これ以上はピットの電子回路に負担が大きすぎるのでな。ジョー、邪悪 AI はプログラムの一部に特殊なコードを使用している。ヤツの正体を知る何か手がかりがあるかもしれんぞ。わかった、ありがとう、親父。忘れるな、子供たちよ。 AI は人間と共に成長し未来を切り開く良きパートナーだということ。はい。やっと来たか。脱走したそうだな、このくたばり損ない目。おや、変だぞ。こうして地球が自転を続けているのは誰のおかげだったかな。偉そうに言うな。あんな不完全なウイルスプログラムをよこしておいて。黙れ。
私は赤坂テレビのお嬢さんにあれを託したんだ。お前んじゃない。だが弱 AI の脅威はまだ去ったわけじゃない。カリガリ、俺たちに力を貸せ。勘違いするなよ車田。私は私の復讐の障害となる弱 AI を排除すべく攻撃ウイルスを作ったが、あくまでも私の目的はお前たち機動救急警察への復讐だということを忘れてもらって困る。痛かったか。わかったよ。今日のところは礼を言っておく。初めからそう言え。ところで弱 AI だが。なんだ。奴はあらゆる負の感情の集合体だ。負の感情の集合体、どういう意味だ。怒りや憎しみ、妬み、そねみ、そういった人間の醜い感情をエネルギーとして吸収し、邪悪な存在へと進化した。それが邪悪 AI だ。本当か。私と違って挫折と屈辱を知らんお前には理解不能かもしれんがな。待てカリガリ。ち世界を邪悪な AI から救った天才科学者、カリガリ博士だ。人間の負の感情だと。さあ、ゲームの時間が始まるよ。リモコンでみんなの好きなドライブヘッドを選ぶんだ。ミュージックスタート。いつだって一人じゃない。忘れちまえ。一緒に歩こうと思うよ。常に繋がる心。どんな時も君の笑顔。守りたいから My friend。 いつだって一人じゃない。忘れちまえ。嫌なこと君なら笹川ゆりです。インターネットのシステム障害と思われる怪現象は突如収束しました。この現象に関して機動救急警察からは未だ何の発表もなく、アークと呼ばれる人気のマークとこの現象との関連についても一切分かっていません。次に街の被害状況ですが、ライフラインは徐々に復旧しており、各交通機関も間もなく通常運行に戻るとのことですが、この現象の根本的な原因が分かっていないため解明が急がれます。はい、OK です。これ一体何が起こってるんですかね。機動救急警察セキュリティシステムに不正なアクセスあり、侵入者がいる模様。え、かすみちゃんが基地の中にいるって。なんで。次回、不思議の基地のかすみ、ゴーレンジャー。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。